万年雪が形成する設計8000メートル級の山々に見られる万年雪万年雪とは平年の気象条件下で積雪が越年するもの主に標高の高い山岳地帯で見受けられる日本の地形図では面積が最小になる9月時点の大きさにより表記される万年雪と読まれることもある万年雪は見かけ上溶けることなく存在しているように見えるが 気温が上昇する夏場には、積雪表面付近は元より地表付近からもかなりの誘拐が生じる。このため、積雪部分は数年単位という短い期間で新陳代謝が行われ、巨大化したり下方へ移動する事象はほとんど見受けられない。氷河の場合、新陳代謝が何万年という単位で行われること、また氷海として移動することなどの特徴がある。氷河と同様、 地球温暖化による縮小、消失が進んでいる場所が多い。特に真夏の気温が摂氏0度近くまで上がる場所では、わずかな気温上昇でも致命的な誘拐を招く恐れがある。一般に万年雪は岩石などに比べて色が白いのでアルベドが高く周囲の気温を下げる効果がある。しかし一旦縮小してしまうと、 地表がむき出しになることによって、アルベドが低くなり、周囲の気温が押し上げられて、さらに誘拐が促進されるという悪循環に陥ることも懸念されている。またこれも、氷河と同様、万年雪は夏の間、溶けることによって、それよりも低い場所に水を供給している。しかし、万年雪がなくなるとそれがなくなるので、 周辺の生態系に悪影響を及ぼしたり、水資源の減少を招く恐れもある。富士山河口と河口内の万年雪。ありがとうございます。